風邪ひいちゃうよ、そんなとこで寝てたら。お部屋に入ったらどう？完全に巣穴に入った途端に寝た感じだよね。お部屋に戻りすぎてない？アリちゃん、アリちゃん横になっちゃった。帰り打っちゃった。アリちゃん顔は隠れててさ、寝れるんかもしれないけど、思いっきりお腹出てるよ。アリちゃん、アリスくん、スッピしてるよ。呼吸に合わせて床材が動いてる。完全に寝てんね。あー、おかしい。なんでアリちゃんこんな面白いの？アリちゃんなんでそこで寝ることになったの？ねえ、お部屋までたどり着けなかったの？アリちゃん疲れちゃったの？ヘアンポおかしい、面白いな、アリちゃん。お起きる？起きないね。アリちゃん気づいてないでしょ。暑いんかな。今日あったかいからね。暑いな、アリス。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ちゃんと布団かぶって寝た方がいい、アリス。うん、間違ったとこに出てたよ、アリちゃん。酔っ払いのおっさんみたいだよ。寝るんだ。うん、そう、今日はそこで寝たい気分なんだね、アリちゃん。おやすみ。うん、ごめんね、起こしちゃって。して寝てるよ。
白い。面白い。何なのかよくわかんないもんね、ここで。面白い、愛ちゃん。愛ちゃんの面白い寝相でした。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。